が養殖場に初めて海に出た時、船に乗った時はマグロの釣り上げの時で、30キロマグロのそのシーンですけども、マグロはやっぱ30キロ40キロぐらいの魚ってものすごいパワーがすごく、それこそ尻尾とか顔に当たったら骨折れるんじゃないかとか、鎧みたいな感じなんで、かつすごい人間一人じゃ押さえつけられないパワーがありますんで、そういうのは感じました。いらっしゃいませ。寿司で一番人気なのは本マグロです。現代に至っては最も高級な食材として世界で今愛されている魚の一つです。大国で使っているマグロは長崎県平戸の私たちの養殖場から週2本のペースで持ってきています。空輸ですね。まあ、入れる単位で最大で2000匹ぐらいだと思います。まあ、古江湾の特徴は山に囲まれているので、その津波とか台風の影響が受けにくいっていう特徴と、あとその山に囲まれてるので、そこの海は雨水が山に流れて、でそこの地下からそのミネラルを含んだものが海水に流れていくっていう、で栄養素やその養殖場にすごく適した場所と言われています。大人3人4人でこう全部羽交い締めにまずして、スピードですぐ氷で身を冷やさないと、そうしないと、マグロの暴れ回って身がボロボロに身割れがしやすくなっちゃったり、体温が高い分そので色が赤い色から茶色に変色してしまうというのを、まあ、一般的に養殖の魚を築地で買うにあたって、そのまず漁協とかその中間業者が、複数いて、流通業者とかもいるんですけども、まあ、自社養殖を持つことによってそこの業者をカットして、流通だけすぐ私たちの養殖場から私たち の物流センターまで、相場に影響されない、まあ、自分たちで価格を決めれる、あとはそのコストが変わらないっていうところが、もっとそういうシーンに魚が、生の魚とかが進出していったら、もっと魚、あとお寿司、刺身、うちのレストランも興味持っていただけますし、マグロを下ろすときに使用しているのが、まず硬い部分を落とすノコギリと、身の5枚おろしに使うときに使う長い、刀みたいな包丁と、あと出刃包丁と一般的な養包丁で私たちは解体しています。通常の魚は3枚おろしと身の部分を、右左、まあ、両サイドと、まあ、中骨の骨の部分で3枚になるんですけども、マグロとか大きい魚体もしくは身が割れやすい魚体ですと、もう最初の1枚目のところを分割するんで、この背中の部分とお腹の部分で、それで合計5枚になるというような形になります。でそしたら腹から包丁入れて、で釜を取る。釜を取る、そう、すごいいい脂です。硬いやつね。ステーキは、うちでは中トロの部分を、使っています。
まあ、脂と、その赤身の肉がやっぱ真ん中ぐらいのちょうどいい部分を選んでミディアムレアぐらいで私たちは提供しています。これが大トロの部分ですね。で、This is 赤身で、This part 中トロ。まあ、うちではその骨の部分をくっつけた中落ちという形で貝殻で削って食べてもらうというやり方にしています。この骨に近い部分の方がすごくキメが細かくて美味しいと言われているんです。14本分 13、そう、そうなんだ。マグロのタルタルは、赤身、中トロ、まあ、中落ち、赤身、中トロの部分を、全て叩いて使用しています。マグロの皮の柔らかい部分を、特にお腹の真ん中の部分ですね、端っこはどうしても端の部分は硬いものなのでちょっと食べにくいので、でこの皮の部分を皮のポン酢、皮ポン酢、こちらはこの今炙ったことでマグロの鱗が立ってきてますので、それを冷やしてその立った鱗を取ってますね。この皮についた鱗をで、この後刻んで包丁で刻んでポン酢と和えたりしてお召し上がっていただくと。これは血合いです。血血マグロが血流が流れてるんですけども、死ぬと死後硬直で固まって血の塊になるんです。まあ、ちょっと魚血の味が強いんであんま人気ないんですけども、東京日本だったら煮付けとか竜田揚げにして食べる場合もあります。本来だったらここ捨てちゃうと思うんですけど、まあ、一匹仕入れることによってこういう使い方ができるところがありますね。はい、まあ、極力捨てないように少しでも取れるように、はい、気をつけてます。じゃあトロをお刺身と、お寿司で使います。僕の一番好きなマグロの部位は大トロです。まあ、全てトロの部分のことを座布団って言ってますんで、まあ、一番、まあ、市場では一番高値で取引される部分です。まあ、多分形が正方形じゃないですけども、コロは5枚おろしされたものを3等分4等分にした状態のものをコロの形で言います。柵はそこから刺身寿司ネタを切りやすくするために長方形の形にしたものです。ほとんどものは変わらないので、まあ、形ですよね。僕たちの考えでは養殖ニューヨークに来るまでにもう少し時間が経ってますので、もう来た状態で既に食べ頃、まあ、常にフレッシュなものをお客さんに提供したいという考え方があるので、マグロの尽くしの前菜ですね。
ちらから豆腐の主とあとマグロの皮ポン酢、こちらマグロタルタル。こちらマグロの3種盛り合わせですね。赤身、中トロ、大トロ、すべての部位が楽しめます。はい、こちらはマグロの中落ちでございます。こちらの貝殻でこうほじ骨の身を取るように、削いで食べてください。こちらは、中トロステーキで塩コショウをして、小麦粉につけて、で、フライパンで焼きます。いや、こちらの場合はやっぱりもうレアが美味しいですね。あまり焼きすぎますと硬くなってしまいますので、このレアでマグロの美味しさ、この中トロの美味しさを楽しんでいただくという形ですね。今度はこちらのソースでソテーするような形になります。こちらはみりんと酒と濃口醤油と、こちら中マグロの中トロステーキです。ミディアムレアにしてますんで、まあ、ニューヨークで来てやっぱお寿司を食べるってなるとどうしても100ドル以上するようなお店が多かったので、まあ、価格が安くなってる理由はやはりその自社養殖とうちの物流機能があって、その中間業者がいない分、こちら最後のお寿司ですね。赤身、中トロ、大トロ、あとトロタクが入ってますので、まあ、それをもう少し今魚食人口が増えてるタイミングでまだ食べたことない人たちに、もう少し安い価格で提供できれば、より魚の美味しさが増えて魚を食べる人が増えていくんじゃないか。